市議会議員の川口博史です。今日はシティマラソンについて少しお話をさせていただきます。以前にもお話をしたんですが、いろんな少し動きもありました。もともと福岡はたくさんのスポーツイベント、本当に今ありがたみがわからないぐらいですね、大相撲もありますし、野球の球団もある、ソフトバンクもある、サッカーもある、もう何でもあるで、玉龍旗やですね、錦秋旗、高校生の本当のメインの大会も福岡で行われております。女子柔道は横浜になっちゃったんですが、今度新体操をですね、定着させようと思って頑張っております。コンベンションも多くございます。その中で、シティマラソン、福岡はどうしても道路が、狭いところが多いといいますか、特に南北は渡辺通り中心で、あとは弱いんですね。その中でシティマラソンをしてますが、皆さんの希望はなんとかフルマラソンしたいぞという希望がございます。でもう一つ、今度朝日のマラソンもあってます。これはプロのですね、プロというか、国の大会のですね、オリンピックの選考にもなるようなマラソンでございます。でこれとの兼ね合いとか、これのもう厳しいので活性化をどうしようかとずっと議論を重ねております。まあ、この分は、次に回すとしまして、なんとかシティマラソンを 42.195 いけないかと、警察の方々にもお願いするんですが、どうしても今度迷惑をかけてしまいます、住んでる方に、で実現できない、警察とのギリギリの折り合いの中で今のルートを組んでおりますが、で申し込みもですね、いっぱいで打ち切らざるを得ない、ギリギリまで申し込みを伸ばせようという取り組みもしております。捜査の方ともですね、一緒になって、私も、アジアが誇る福岡マラソンを作る会ということの顧問で議長になさせてもらってから取り組んでおるんですが、一つの方策として、まずは警察さんが非常に困るところを避けるためにも、いっぱい止めることができないということでございますので、都市高速を利用することはできないのかと、まずは都市高速を利用して、長い距離フルになるまでルートが組めるかどうか分かりませんが、今一番きついのは福浜の団地のところへ、前を止めてしまうと住民の方はもう町に出れないという状況になる。あそこをカットしたい、それならば、内回りでですね、外間の、例えば、シーホークのところからですね、登って、車しか通れないところを回ってですね、で町中を走って戻ってくる、それでも 42.195 ならないかもしれませんが、まずはそんな希望を叶えるために、福岡が誇る 42.195 走るようなマラソンにしたいなと。その後、警察さんとも話しながら、ルートもう少し街中通れないか、大堀公園とかにも回れないかと、いうようなですね、ご相談を進めていく、今でいいとせずに、そういったできるところから、できるルートからの取り組みができないかなと、3月の予算議会でですね、こういう発想もあるんじゃないかと質問させていただきたいと思っております。